はい、こんにちは。 IT エンジニア五感克実です、今回も私の動画を視聴していただきありがとうございます、今回なんですけれども、こちらのですね PDF ファイルに設定されているパスワードを解析すると、そういった内容ですね。PDF ファイルにはですねパスワードを設定して保護するという機能があるんですけれども、それをですね忘れてしまって、でこの PDF が開けないといった場合に、こういったツールソフトを使って、パスワードを解析するということができますので、そのご紹介ということですね。こちらのPDF 開いてみると、こういう形でパスワードを求められます。で、ちょっと今これわからないので、開けませんということですね。で、こちらのパスファブ4 PDF というソフトを使います。PDF オープンパスワードを回復と、回復と解除という機能があるんですけれども、まずは回復するということで、これをクリックして、で、追加ボタンをクリックして暗号化されたファイルをインポートしてください。このデスクトップ上にある PDF を指定します。追加 で機密データを開く。これは解読作業を前回の続きから、これは前回の続きからではないですね。解読の方法がですね、3つありまして、自書式、類推式、総当たり式とあるんですけれども、今回はこちらの類推式と、こちらを使って、解読します。で、これはですね、ちょっとこの設定開いてみると分かるんですけど、パスワードのヒントがですね分かっている場合ですね。で今回の場合は、文字数が6文字で、で使われている文字が A 小文字と数字のみといった、そういった情報が分かっているという前提でちょっとやってみますね。最初の長さが6文字、最長も6文字。で、使われている文字列が、すべての A 小文字とすべての数字のみと。こちらの条件でやってみますね。OK。で、開始ですね。で、そうしますと、今、指定された文字の組み合わせを総当たりで調べているという状況ですね。
はい、今解析が終わりまして、画面に表示されているこちらの文字列がパスワードだということが分かりましたね。で、これコピーして、実際に開いてみたいと思います。これを、コントロール V で貼り付けて、はい、今開きましたね。はい、一回 OK して、最初の画面に戻って、で、こちらのですね、編集制限を解除という機能なんですけど、こちらをクリックして、PDF を取り込んで、で、パスワードを、先ほどコピーしたパスワードを貼り付けます。それで、チェック。の上で、解除するというボタンをクリックします。はい、PDF 編集制限の解除に成功しましたと、今メッセージが出てますね。はい、で、フォルダを開くですね。フォルダを開くというボタンをクリックしますと、こちらですね、別の場所にパスワードが解除されたこちらの PDF ファイルが作られてます。で、これ開いてみると、そのまま開けるという仕組みですね。パスワード要求されないで開けました。はい。今回はですね、PDF ファイルに設定されたパスワードの解除という内容で、パスファブ for PDF というソフトをご紹介しました。はい、今回は以上です。内容が参考になったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、またコメントもお待ちしております。ありがとうございました。